秀吉は九州を平定、島津を下した。立花銀千代の戦ぶりは高く評され、秀吉旗下で大いに立花の名を挙げる。数年後、天下はほぼ秀吉により統一され、抗うは関東の北条、奥州の伊達の身となった。秀吉はその力を誇示すべく全国の大名を率い、北条の居城小田原城を東西から攻めた。銀千代は東側からの攻撃軍の中にあった。その陣中に伊達政宗が帰参のため秀吉への拝謁を求めてきたとの知らせが入った。立花は一人信ずる道を進む。何があろうか。第2話、小田原城攻略戦、完全なる勝利を。これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。奥州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段、ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。さあ、太平の世への総仕上げだ。東側を攻める諸侯よ、期待しておるぞ。島津などには遅れを取らぬ。小田原城は立花が攻め落とす。
橘が討ち取った。見事にございます。Thank you.
死を